明けましておめでとうございます。シュンピーでーす。今日はですね、なかなか雪が降ってくれないので、津賀池高原に来て雪を求めてバックカントリー行きたいと思います。ですね、えんちゃんが新婚旅行中で不在なので今日のメンバーはベックスの若手サトシ、お願いします。そしてカリスマ店長、そしてゆこうどんマサタクちゃんです。ベックスよろしくお願いします。さあ、津賀池、なかなかコンディションがいいという噂なので、みんなで気をつけながら楽しみたいと思います。お願いします。それではいきます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。キレがない。店長、そのゴーグルなんか良さそうですね。これね、これがこうなります。お、換気できるから俳句しててもつけっぱなしでできるんで、ベックス今一押しですね。要チェックですね。はい、詳しくはカリスマ店長まで、こちらまで。最高、ありがとうございました。
ですね、今日は栂池バックカントリーと、ゲレンデの方をみんなで滑りました。ゲレンデの方はですねまだまだ雪少ないんですけど、栂池下まで滑ってこれるんで、皆さんぜひ栂池の方に来てください。コンディション最高です。バックカントリーの方もですね、まだまだ雪は少ないんですけども、まあ、あるところにはあるということで、今日はいい思いをさせてもらいました。皆さん今日はありがとうございました。最高でしたね。またお願いします。バックカントリー楽しいですけど、行くときはぜひ気をつけて万全の装備持って行ってみてください。ということで今日はこの辺で、次回もどこかでユーライド。以上、俊平でした。ありがとうございます。お世話になってます。